ボッチザロック、アニメで胸を改変してしまう。胸をなくして原作ファンめっちゃキレててくさ。ここ楽しみにしてたのに。これはこれで可愛い。ほんま許せん。水着のところでは復活してたからセーフ。あ、ムココの子。あれは想像上のボッチちゃんやからセーフなんやろ。可愛いからいいだろ。ナッツ意味がわからん。目の下のクマも消されてるやん。こうやって見るとアニメの絵平坦すぎるな。水着ででかいしな、まあ死に枠のボッチカットされなかったからまあええわ。肌の露出も減らしてるやんけ。その後の水着のシーンを見た作者、嬉しそうでくさ。世紀末は原作通りなん。原作通りや。低音でも三重のチラを茶碗でごまかしたりしてたな。萌え舞台外の層に売りたいなら仕方ないんやな。その頃に比べてもアニメ見る層広がったからな。まあしゃあない。世界への配信もあるからそっち対策でもありそうや。円盤で修正するでしょ。アニメは漫画をかなりうまく保管して消化させてるからこの程度は誤差やろ。ボッチがバンドなんてやるわけないだろってずっと思ってる。ボッチって胸蒸れてて汗臭そう。嗅ぎたい。短き他が貧気にするのをカットは許せん。アケリちゃんはあんなに H に書いてたのにどうして。ボッチちゃん胸大きい。やめてください。ニューアニメならこんなアニオリやってた。胸を大きくして解体師が叩かれてて草生えない。原作読んだ上で短好きはタちゃんに流れてく空気を感じて悲しい。ボッチはスタイルがいいからいざとなったらビジュアル方面で売ろうっていう話が出るのに胸がなかったら他のメンバーと変わらなくないか。それで円盤売れてるならまあええわ。改変した上に売れないとかだったら切れるけど、クソに若屋がキララマックス買ってもええか。またボッチの付録つくから買えるかわからんぞ。回転と同時に本屋行く。それでもダメならまあええわ。表現の自由が萎縮している現状は由々しきことやで。等身高いキャラのエロは女受け OK。 峰不二子とか等身低いキャラのエロは女受けが悪いって考察してる人いたな。キレてんの原作 J じゃないやろ。原作のコマ見たいアプがキレてるだけ定期。原作買おうかな。キルミイライヤ、代わりにキタちゃん可愛いからええやろ。この辺すごい動いてたね。ニジカちゃん、キタちゃんがボッチちゃんに嫉妬するのがいいよね。ビーチ界で生き埋めにされるボッチちゃんみたいよね。普通に女性人気目指すならこれが正解やと思うんやけど違うんか。胸を大きくしても男が喜ぶだけやろ。幅広い受けを目指すなら性的な描写は極力減らすべきやし、制作側は有能やと思うわ。2期あればボッチ以上にボッチの余横が人気で天井も全て引き受けてくれるさ。ボザロは視聴者を絶対に飽きさせないという意志を感じるわ。あと1話でボッチザロック終了っていうのが悲しい。